ビヨンズの市岡玲奈です。今日は大井町線の90周年記念イベントの出発式に参加させていただきます。私は今回アンバサダーに就任させていただいたので、しっかり任務を果たせるように頑張っていきたいなと、今はもうとても緊張でバクバクしているんですけど、でもこういう機会はめったにないと思うので、楽しみながら一日楽しんでいきたいと思います。はい、着替え終わりました。今回はですね、この真っ白の制服に身をまとわせていただいてるんですけど、この制服はなかなか着ることができないということで、今回着させていただいています。そしてですね、ここ今は大井町駅の駅長室に来ているんですけども、なんと歴代駅長のところに一日駅長市岡玲奈と名前も飾られさせていただいております。そしてこちら、今回私がアンバサダーに就任させていただいたということで、名刺も作っていただきました。こういう風にたくさんしていただいているので、私も何か恩返しができるように、今日一日緊張すると思うんですけども、精一杯楽しんでいきたいと思います。任命書、市岡玲奈殿、あなたを大井町駅一日駅長に任命する。令和元年12月25日、東急電鉄株式会社、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。はい、わかりました。私も設定するんです。緊張してます。なんかさっきの駅長室の座った時も腰が引けました。でもちょっと楽しんで頑張ります。乗車手続き鉄道警備隊にお知らせください。お客様のご協力をお願いいたします。東急電鉄からのお知らせです。ただいま年末年始輸送安全総点検を実施しております。危険品は車内へ持ち込みません。不審者、不審物などを発見されましたら、係員、巡回中の東急セキュリティ鉄道警備隊にお知らせください。お客様のご協力をお願いいたします。緊張しました。滑舌がいつも悪いので不安ではあったんですけど、無事言えました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。京浜東北線、臨海線、ご利用のお客様はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございます。大井町駅に到着です。お忘れ物にはご注意ください。では
ご協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。あった、東急電鉄からのお知らせです。ただいま年末年始輸送安全調整点に関して、キャスト28席の合同でプラットフォーム事故予防情報をお知らせしております。どう聞こえてるんだ。こちらいただきました。さっきあの移動の際に使った6020系になってます。私のお気に入りポイントとしては、この顔の部分のここにラインが入ってて、これがこう笑ってるような感じがして、すごくこうキュートで可愛いなと思っている車両です。市岡玲奈です。あーすごい。何喋ればいいんだろう。今日はこのような体験をさせていただき本当にありがとうございます。もう私の一生の思い出です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一日駅長終了しました。もう今日はですね、本当にもうクリスマスなんですけど、いいなんかプレゼントをいただけたなというふうに感じていて、もう出発式もすごく緊張していて、でも結構声も出て、自分なりにまあよくできたんじゃないかなと思うんですけど、あとはいろいろな駅に行かせていただいて、カレンダーとかを販売させていただいたりとか、あとはアナウンスもさせていただいたり、なんと運転席に入らせていただいて、実際にこう走行しているのを運転台でいさせていただいたんですけど、もうすごいんですよ。なかなかやっぱ入ることないと思うんですけど、一緒に言葉声かけもさせていただいたりとか、なかなかできない体験を今日は本当にたくさんさせていただいたので、またこういう風になんか自分は電車が好きなので、また呼んでいただけるように今後も電車大好きとして頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。次は溝の口、お出口は右、左側です。お忘れ物にはご注意ください。